これからコマ撮りアニメの作り方を説明しますまず地道な作業でちょっとずつ動かしながらカメラで撮影してくださいカメラは当然三脚に固定して撮影してくださいこれは必須ですそれ一コマ一コマ連続で撮影してきます次にソフトの使い方を説明していきます デジカメで撮影した動画を、まずこのように連番にします。これあのデジカメを取り込むソフト、それで連番で吐き出す機能がありますので、それを使ってください。あと、サイズ。サイズなんですけど、これは、あの、あらかじめすべてのサイズ、それを整えておいてください。今回は、あの、ハイビジョン、フルハイビジョンじゃないハイビジョンですので、1280×720。これに統一してます。 でこの写真なんですけど、プレビューしますと、この連番で、このコマ撮りのシーケンス。これが入ってます。一個ずつ送っていくと、こんな感じでコマ撮りになります。次に、バーチャルダブというソフト。これを使って、このコマ撮りの動画、コマ撮りの静止画を動画にします。まず、バーチャルダブ。バーチャルダブに、この先頭のファイル。 これをドロップします。そうすると自動的に連番が振られてるファイルがすべてインポートされます。こんな感じですね。次に行うのがこのビデオの設定。これフレームレート。これをチェンジフレームレート t o FPS ってところ。これを選んで、とりあえず10としておきます。これで再生してみます。こんな感じですね。 ちょっと遅いと思ったら、これ早くしてみましょう。また、あの、ビデオのフレームレート。これで20ぐらいにしましょう。これで再生してみます。こんな感じですね。まあ、このスピードは、まあ、自分のあの、この感覚で合わせてください。遅すぎず早すぎる。ずって感じです。 それここまでできましたら、ファイルから、Savers AVI。これを選びます。それ適当な場所に、名前を付けて、それ保存します。こんな感じで保存できました。次に動画編集ソフトで、 これを開いて編集すればいいです。例えば音声を降りたりとかカット編集したりとかしていろいろエフェクトつけて楽しんでみてください。